はい、はい、じゃあちょっとローズ系について解説しますね。ティグ溶接も薄板いけるんですよ、うん、なんか 1T とか 0.8 の燃料タンクの薄板とか、うん、車のドアとかもいけるんですけど、うん、板同士つなぐんやったらまあ、うんうんうん、ティグでやりやすいんですけど、うん、棒をつけるとかね、うんうん、それに、はいはい、とかなるとかなり難しいんですよ、うん、で薄板に棒を刺すとかのそういう部分だけ、うん、ローズ系の方がアドバンテージあるんですよね。あ、はい、母材が溶けてしまいにくい。そう、うん、だからこれがだから800度とかかな、これにローズ系っていうのってロー材にいろんなもん選べるんですよ、うん、まあ、ハンダもローズ系なんですよあれ、うんうん、そうやね。とあと銀ローの方がもうちょっと温度高いんですね、うん、でその上の温度ってなると真鍮のロー棒なんですけど、うん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 、でこういう真鍮のローにフラックスまぶしてやるやつを使うんですね、うん、でこれ飛びの棒って呼ばれてますね。飛びの棒っていうんや、うん、これね、これね、これがフラックスらしいんですよ。へえ、こんなポロポロ。そうそう、なんかフラックスってだからあれかな、あのハロゲンかな。あ、そうなの。塩素とかあの辺の反応性のものを含んでる、うん、ちょっと健康に悪いもんなんですけど、うん、なんかもう酸ってイメージやねんか。そうそう、だから塩酸とかそんなんやと思うんよね、うん、なぜ表面を活性化させてなんか腐食するもんやね、こういった。ああ、なるほどなるほど。腐食させてそれで活性化しておるうちに、うん、この真鍮をくっつけちゃうみたいな感じなんですけど、うんうんうん、で今回この真鍮の棒で溶接、うん、ローズ付けします。ローズ付けですね。で、はい、フラックスって、うん、まあ、他にもタイプがあって、うん、ペースト状のやつ、ああ、はい、あの固まった冬場固まった蜂蜜みたいな、うん、ペースト状というか、うん、ピーナッツバターぐらい の、 あの練った状のものとか、うんうん、ガスフラックスって言って、うん、もうこの炎自体のガス自体に入っとんねや。いやいや、途中入れるんですよ。あ、途中そこ、なんかコポコポ水蒸気管みたいに、うんうん、アセチレンをその中通す。ああ、一回通して、通して、あ、うん、その液体フラックスの中通して、うん、通ったやつをこの缶の中に流すと。へえ。ほな炎緑になるんですよ。製造ラインではそれ、そっち使っとったけどね。うん、けどあれもね、うん、バーナーが詰まるんですよね。結局腐食性のものが流れ飛んで、なんぼこっちが真鍮だって言っても、うん、なんか生成物みたいなのが先について、うん、条件変わったりするんで。結構な変えなあかんな、うん、いうことですね。はい、まあ、今回は飛びの棒を使います。飛びの棒でね。はい。はい、でガス溶接の装置でやるんですけど、うんうん、なんかね炎の条件がちゃうんですよ。何と？だから一番そのガス溶接で、うん、まあ、鉄板とかつけるじゃないですか、うん、にええような炎を作っても、うん、全然なんかつかないんですよ。変なんですよ。で酸素めっちゃ多くして、うん、なんかもう消える寸前やでみたいな火作った方がつくんですよ、うんうんうん、あ、そうなんだ。ちょっとそれお見せしますわ。あのパーンっていう手前の。そうこれコツなんですけど、俺は何ぼしてもつけへんかってね、うん、フラックス塗っとるやんけって思ったんですけど、酸素とアセチレンの割合ですね、うんうん、思ったより酸素多くしな、酸素多くせなあかんですね。一応溶接するときは、うん、あのアークと一緒で、うん、メガネか、保護メガネを、保護メガネかけるんですけど、うん、まあ、これちょっと BB クイーンズみたいな感じですけど、まあ、ジャンレノみたいな感じですけど、これね、やっぱり電気と比べたら明るさがそんなないんで、うん、あのちょっとまだ通るみたいな。そうだから、これ別普通にめっちゃ濃いサングラスなんで、これで俺見えてますからね、世界が。ああ、見えてる見えてる、うん、でしょ、うん、目見えてるよ、うん、でもこれないと目やられるらしいんで、うん、ああ、そうなんや、うん、なんかね、アーク紫外線が主なんですけど、うん、こっち赤外線が主らしくて、あ、これでダメージ受けたら復活しないらしいんですよ。紫外でダメージ受けても治るらしいんですけど、うん、こっちの方がよりダメージでかいらしいんですよ、うん、あ、危ないんやな、目に対してはね、うん、だから必ず、まあ、面をして、面というか目の保護をしましょうと、はい、はい、でやね、火なんですけど、うん、まあ初めにアセチレンちょっとだけ出して、こう、まあまあこんぐらいにするでしょ、はいはい、で酸素増やしていくでしょ、うん、で これでやるんですよ普通、うん、ガス溶接、うんうんうん、この白いのがあるとこね、うん、でこれ酸素増やしていったらこんなんなる。ああ、なるね。これってなんか酸化塩とかであんまあかんっぽいんですけど、うん、これでやらんとなんかローズ系つかないんですよ、はあ、もう限界ギリギリまでやな、それ以上いったらほんま。これの方が多分ね、うん、そのカロリーを生かせるというか、うん、多分温度は高いはずなんですよ、うん、でガスの場合はこの白いとこを対象物に当ててこう溶かして、うん、はい、でちょっと離しながら温度、うん、あのコントロールしながらちょんちょんちょんって溶棒を入れていくんですけど、うんうん、でまあ溶接に使うときは溶接のガスを溶接用の溶接棒を使うんですね、うんうんうん、であれをティグに使ったらなんかバチバチってなってつかないんですけどほなちょっと試しにこれでもロー付けしますか。はい、
でまあビード漏れるけどね、なんかドカティのフレームとかローズ系って聞いた気がするんだけど、ローズ系の方が母材に変化与えずにつけれるんで、焼きがなまらずにつけれるみたいなところはあるらしいですけど、けど黒森用の要望でつけたら別にそんな変われへんってそうね、だからあんまりローズ系で今こだわるメリットないとか、でローズ系ってあんまり漏れないんで、ぴったり材料同士だから、あのこういう風に継ぐ時とか、こっちを綺麗に丸にしてぴったり継ぐようにしとかないと、その間ビードで埋めるっていうのができない、できひんね、全部さらって溶けてまうんで、多少はビード漏れるんですけど、器具よりは一回固めるっていうのができないんで、全体的に炙ってまうんで、ね、ちょっとしにくいですね。だからよりピチピチに吸ってした方が、しとかんとできないですね。で火は、まあ一回こうつけてこんな感じで、この白いとこがなくなるぐらいに、これぐらいの火にして、これを炙る、まあもうあこなるまで炙るんですけど、溶接で溶けるぐらいまではせんでもいいね。で母材ぬくめて、母材の熱でこうこんな感じやね、これついたでしょ、これがね、あのこの白い炎やったら、多分つけへんと思うで、俺全然つけへんかったよ前やって、ほらほらね、ほんまやほんまやね、でこれ白したら、こう白いとこなくしたらつくんですよ、ほらほら、なんで、なんかカーボンが多いんかな、なぜその酸化塩って言われるあの白い部分がなくなるように火にしとかんとつきませんね、なんかロール付けの作業ってこんなんなんで、もうほんまにあのオイルラインのやつでロール付けするんやったら一瞬で終わりますわ、ちょろっと母材ぬくめて今やってる時にちょろって流す、ちょろっと入れたらもうスッと周りに回る、で終わりで、漏れるって言ってもこれぐらいしか漏れないんで、で次盛った上にもう一回盛ろうと思ったら全体的に溶けるんで、高く盛りっていうのできへんやつ、ね、ああなるほど、溶接やったら溶けてまうんで、一回固めてもう一回その上に、あ上に持って持ってできるけど、これを高くこう持っていくっていうのはできない、できない、もう流れてファーっていってしまうみたいな、そうですね、ってな感じです。これがロウ付けのコツというかやり方ですね、もうこの炎をあの酸化塩っていうんですか、にするっていうのがほんまに肝ですね、俺それ知らんかったんで、延々とつけへんつけへんなるほど、はい、でまああのネジがズルズルなってもさ、ステムシャフト、鉄製のステムシャフトのネジ復活させたりとか、わりかし根本的に形を変化ささんとネジだけ修正したりとか、そういうもんにも使えますね、わりか真鍮なんで硬いんで、まあまあ鉄よりは柔らかいけどみたいなですね、でこれほとんど形変わってないでしょ、そうやね、曲がってもないし、何も、この分厚さやったらもうティグでやっても一緒やけど、ほんまにこれぐらいのやつになったらもうふにゃふにゃになってまうんで、そうやね内径が閉塞してまうとかあるんですけど、まあそういうことはなく接合できます、ね、なるほど、はい、はい、つけますよ、はい、これつけます、はい、母材をぬくめて、赤くなってきた辺でこれをピッて入れると流れるはずやねんけど、あ、ちょっとミスった、来た来た、お、で、こうかな、こっち向きにこうかな、行くで、はい、あ、うまなった。こんな感じかな。おお。もう表面張力でつつるっていく感じ。ぎゅって回っていくよね。あ、ティグよりこっちの方が溶接調査もよう見えるわ。おっしゃ。こういう感じ、いい感じ。こんな感じですね。はい。はい。真鍮の金色が。全周回ってるって感じだね。はい、こんな感じでつきます、はい、はい、で次ちょっと焼き入れをやってみましょうか、焼き入れの場合は溶ける寸前のオレンジになった時点ぐらいで油に投入すれば、油焼き入れってやってたねですね、でこれ SK 剤ですね、SK 剤は炎焼き入れできるってなってるんですけど、SR の鑑識のポペットの部分ですね、クラッチ切るために押すやつですね、まあ、こんな感じで普通こういう炎で溶接するんですよ、これがロウ付けの炎ですよね、さあ分かりますかね、これ酸素増やしてったらこう水こうなってまうって、はい、これでこの辺をこう溶けへんけどオレンジになってるぐらいの温度まで炙って、失敗して溶かしてしまわないように気をつけながら、赤なってたで、これが赤でしょ、オレンジになったぐらいの時に、この辺オレンジじゃないですか、オレンジだね、この辺かな、この辺で、おっ、おい感じ、はい、はい、はい、こんな感じで焼き張りました、はい、以上です、あと溶断もできるんですよ、あ、溶断な、溶断を、そうやね、溶断できますな、溶断のトーチちょっと紹介しておきます、あ、あんねや、あんで、あ、あの横にあったやつ、そうなんや、そうやで、これめっちゃ酸素使うけどね、
で溶断のトーチはですね、うん、溶接のトーチと違って、うん、1個酸素がノブが溶けついてます、うん、ここでアセチレン出すでしょ、うん、でここで酸素出して、うん、さっきの溶接の炎を作るでしょ、うん、クーって切るやつめっちゃ分厚くても切れるんですよ。炙って、うん、溶ける温度になった時にこのでっか炎の酸素をプシュッて増やすんですよ、はい、で飛ばすんや。こいつの酸化熱自体で吹っ飛ばしながら、うん、全部切れていくんですよ。であんま早く行き過ぎると反応が終わってしまって、うん、何もなれへんになるんですけど、うん、だ自分自身で熱持つんや。普通にあの鉄の酸化熱で酸素を過剰に送ってあげると反応が連続的に起こって鉄がたくさん溶けていくと連鎖的に溶けていくと。めんどくさい時はね、うん、これつないだまんまであのこっちに帰るめんどくさいなって時はこれで溶接もできますわ、うん、ちょっと長いけど、うん、まあ普通に なんか何十秒かバーってぬくめて赤なってきて次オレンジになって、うん、その次に溶けてこうなんか液体っぽくテカってくるんですよね、うん、その時にこれをクシュッて増やすと、うんって切れていくんや。でこの周りも和訳素に火が飛ぶんで焦げ焦げになるんですけど、うん、これは溶断ですね。でめっちゃ分厚い、うん、20T とかもこれで切れる、うん、コンターで切るより早いね、うん、けどまあもう切ったんもう溶けてるんでガッタガタ、うん、ガタガタやね、うん、こんな感じですね。これで切ったやつはガタガタなんで使えないけど、うん、昔の設備はもうそこガタガタのやつがあった、うん、今じゃありえへん以上です。はい、はい。